百州武道具店の動画。こんにちは、百州武道具店のうがです。やってますか。今日は出遅れる反応が遅いという話をします。試合や稽古でお互い用意ドンで一緒に打つのに、なんで僕だけ遅いの。相手の動きに対して反応が遅いから出遅れちゃう。だけどこの反応が遅いっていうのは反射神経が悪いとかそういうことじゃないんです。全く違うの。だから直すことができるんです。相手の動きに対する反応が遅い一つ目の原因は、いつも相手が打ってくるのを待ってるからなんです。気持ちの問題。普段の稽古で先生に、待つな、いけいけ、自分からもっとかかっていけって言われてる人、いや別に待ってるつもりないんだけどって思うかもしれないんだけど、傍から見てるとそう見えるのね。剣道っていうのは常に攻める気持ちで前へ前へ行かないと反応が遅れちゃうんです。たとえ出花ごてや返し技といった王子技とかね、返し技をやる時でも相手の動きに合わせるんだけど、最初の攻めっていうのはこっちがやらないといけないんですよ。最初少なくとも右足一歩出すっていうのはこっちがやっとかないとダメなんです。出花ごて苦手な人、返し道苦手な人、これはもう打ち方どうこうってより気持ちが攻めてないから、相手が打ってくるのをずっと待ってるから反応が遅れてうまく打てないんです。相手が打ってくるのをいつも待ってる人っていうのは、ここを見れば一発でわかります。まず左足のかかと、ここがもう高く上がっちゃってます。そしてもう一箇所は膝が、膝の裏ですね、左足の膝の裏が曲がっちゃってる。要するに左足の準備ができてないんです。この状態で相手が打ってくるのを待ってるだけだからできない、瞬時に反応ができないんです。直し方としては、左膝の後ろ、膝を伸ばして左足のかかとを下げて、この左足を力を入れて準備をしておくことです。そして左足の準備と一緒に気持ちの準備、いつでも打つぞ、ちょっとでも動いたら打つぞっていう気持ちの準備、気持ちと左足、この二つを準備しておくと反応が早くなります。これはもしかしたら僕が言ってることが古いのかもしれないんだけど、相手、例えば先生が攻めてきたらすぐに下がっちゃうっていうのは、これね、実はすごい楽なの。先生攻めてくる、下がる、先生攻めてくる、下がる、これ楽なんだけど、いつまで経っても力つかない。本当は先生が攻めてくる、そしたらもうね、我慢比べだから絶対下がらない。そしたらどこに力入るか、左足に力が入るんです。そしていざという時にはこっちから打っていく。そうするとどうなるかなんですよ。必ず 100% の割合で返されて打されます。いいんですよ、それが稽古なんですよ。特に商談審査受けてる人、相手が攻めてきたら自分も下がる、攻めてきた下がる、攻めてきた下がる、こんなことやったら絶対合格しないんです。相手が攻めてきた、こっちも攻め返す、前に出るぐらいの気持ち、我慢比べだから、このお互いの我慢比べがうまくいってればいってるほど、相手の動きにババッと電光石火で反応ができるようになるんです。このすぐ下がっちゃう癖っていうのは、いつも広い体育館で稽古してる人だとわからないかもしれないんだけど、僕がやってるところは狭い道場なのね、狭いとこ。そうすると稽古してたらもう壁なのよ、壁。もう壁下がれないの、それ以上下がれない、ここまで来てる、ここまで来てる、じゃあどうする、前に出るしかない、そこもちろん打たれる、これが稽古なんです。次は体が前かがみになってしまってるってことですね。これも反応必ず遅れてしまいます。やる気はあるのよ、攻めてるのよ、一見良さそうでしょ、前かがみ一見良さそうでしょ、やる気はあるんだけど、実は相手の反応に対して素早く動くためには、ここ左足なんですよ、左足のかかと、左足の膝の裏、ここにバネがあって前に飛ぶわけでしょ。だから前傾姿勢になってるとこやったらわかると思うんだけど、ここが効いてないからやっぱ飛べないんだよね、全然。だから出遅れる。最後は目付けですね。目付けが悪いと反応が遅れるんです。これは前のビデオで演算の目付けっていう話ありましたけども、自分の打ちたいところばっかり見てるとこれは必ず反応遅れます。演算の目付けで体全体を見ていくんです。相手が打ってくる瞬間っていうのは、竹刀だけじゃなくて相手の目線とか肩とか腕とか、そういったところ体全体でわかるからです。これまで相手の打ちに対して出遅れる、打つのが遅いんだ、打つのが遅いんだって思ってるかもしれないんだけど、目付けを変えるだけで早く反応することができるんです。いかがでしたか。今日は相手が打ってくるのに対してこっちの反応がなんで遅れちゃうのかっていう話をやりました。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日を。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。
新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。